いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、この汚れたお皿をご紹介したいと思います。こちら、汚れたお皿、いや違う。さあ、今回はですね、この商品をご紹介するんですけども、いきましょう。まず、じゃらん。新提案。何が新提案かというと、何より、じゃらん。水をかけておくより、水をかけておくより、いきましょう。あとが楽。さあ、どういうことなんでしょう。すぐ洗えないとき、かけておくだけ。聞くと、さあ、置いてる間に強力挽回という。聞くと、じゃがん。アトロックミスト。こちらをご紹介したいと思います。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。うわただい。本日もよろしくお願いします。本日はですね、すぐに洗えないときにミストをかけておくだけで、後が洗うときに楽になる食器用プレゼン剤、キュキュッとアトラクミスト。こちら2020年4月4日から発売したので、こちらをご紹介したいと思います。すぐに洗えないとき、食器は調理器具にミストをかけておくだけで、酵素が汚れに浸透して分解し、落としやすい状態にします。さらに、この汚れを落としやすい状態を長時間キープします。食後、家族の時間を優先したいときや、家族の食事、時間がバラバラな時など、ミストをかけておくだけで、後の食器洗いを楽にしますという商品です。もう、先に、こういうふうにプレゼン剤ということで、除菌と抗菌となっています。花王さんから発売しております。そしてこのスプレーは、キキュッとアトラクミスト専用なんで、詰め替えをご利用ください。使い方は、後で洗うのが楽になるということで、ごまんべんなくスプレーし、置いてる間に汚れを分解、そして菌の繁殖も抑えます。そして、食器用洗濯洗剤とスポンジを使って洗うと。スプレーを30分から3時間で洗うと効果的です。ということです。後で洗うときに、簡単に汚れが落ちる。短時間で洗えると。でこうなっております、皿1枚あたりに1回から2回フライパンですと1枚あたり4回から5回スプレーというふうになっております。さあ、食器用洗剤とスポンジを使って洗ってくださいということですね。食洗機に入れる前に必ずミストを水で洗い流してくださいと。そうです。さあ、こうなっております。まあ、こういうふうなね、そんなまあ、止まってるんでこれ止まってまずまずかけましょうか。これ止めを丁寧にして丁寧にして、まあこれ汚れてますね。これをこうまんべんなく1、2回かけると。お、結構出るな。結構出ましたね。さあ、これで放置するだけというです。手にかかったらいいんだけど。そしてまあ、じゃあ出ないようにこう止めてください。酵素の力で汚れを強力分解。こんな汚れも洗いやすくなるということで、こびりやすい茶碗の汚れ、しつこく残りがちな油汚れ、カレーソース、ベタベタ汚れ、そして置いてる間の菌の増殖も抑えます。こんな時にミストが活躍ということで、忙しくて食後すぐ洗えない時、食後ゆっくり過ごしたい時に、家族の食事がバラバラまとめて洗いたい時に、そして食洗機で洗うまでの予備洗いということです。食洗機に入れる前に必ずミストを水で洗い流してください。まあ、汚れ落ちないからな、ミストでな。というね、新提案、水でかけておくより後が楽という商品です。プレ洗剤ということで、これをまあシュッシュして今すぐこう流すというのも、これを付け置きして30分、ね、で洗い流すって感じですね。まあ、5分とかでちょっと落ちるっていうのはちょっと分かんないんですけどね。30分くらい見ないと分かんないですね。でもこれはね、面白い商品だと思います。だって水を入れなくても落ちるわけで、流し落とすってわけじゃなくて、これを流しかけることで落ちやすくなりますよという商品ですから、これだけで落ちるわけじゃないみたいですね。それはご注意ください。発売の狙いです。近年、暮らしのあり方、風に担いで方法やタイミングが多様化し、食器洗いに対するニーズも変化しています。食器洗いにおける意識を見ていると、食後すぐに食器が洗えないと答える人が 78% もおり、そのうち約7割が週に1回以上、食後1時間以上経ってから食器を洗っていることが分かりました。
そこでキキュットから食後すぐに食器を洗えない時にかけておくという新しい提案として食器用プレゼン剤キキュットアトラクミストを発売いたします。酵素が汚れの内部を浸透し汚れやすい落としやすいように汚れを分解、さらにこの汚れを分解した状態を長時間キープします。時間が経つと落ちにくくなる汚れもアトラクミストをかけておけば水につけておくよりも楽に短時間で洗えます。また抗菌効果により置いている間の菌を繁殖も抑えます。食器や調理器具の大きさや形状によらず使いやすいミストタイプを採用。軽い力で引けミストが広範囲に均一に広がるトリガーを採用しました。このキキュットアトラクミストは本体 420ml、 詰め替え用が 750ml のオープン価格となっております。先ほども言った通り食後すぐに食器が洗えないときミストをかけておくだけ、放置中に汚れを落としやすくし後の食器洗いを楽にします。放置中の菌の繁殖を抑えます。食洗機で洗う前の予備洗いにも使えます。微光性となっております。ただしこれ全ての菌に効果があるわけではないです。食洗機洗う前に必ずミストを水で洗い流してくださいということですね。3回くらいしちゃったような気もしますけど、さあちょっとねちょっと軽くこびりついたのでちょっとおお結構落としやすいですね。おおおさ結構綺麗になっております。すごいですね綺麗になっております。だこれちゃんとライブさらに綺麗になるということで、さあ評価としては2.4です。もっとつける大きすればねもっと効果があるんでしょうけど、この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。ではじゃあね。